OK です。答え、ちょっと待って。1番の人、返事してください。今でならなければならない。はい、答え2番の人、返事してください。いや、1番かなった一緒に。はい、はい、2番です。1人ね。私も2番。はい、答え3番の人。はい。はい。ああ、ここ。教えてね、分からず。答え4番の人。4番。ない。答え5番の人。ない。はい、分かんない。何番かな。え、何番ですかね、答えはね。1番、2番の違う。ああ。あれ国籍みんな、みんな年金に入ってますか？入ります。入ってるよね、会社に行って給料もらってるね。厚生年金ね。厚生年金入ってるね。そう、国籍。厚生年金入ってる人は国民年金にも入ってますか？あれないわ。私厚生年金だけ。私国民あります。入ってます。あります、勉強します。留保もできるんですか先生？ね、今から教えてきます。はい、まず問題読みますね。はい。国民年金の被保険者に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。1、被保険者に、はい、じゃあここで年金のシミュレーションっていうのも勉強しました。確認するよ。はい、18歳で大学に入った時はまだ年金には入ってません。正しいですか？はい、正しい。はい、入ってないよね。うん、で20歳、20歳になったら必ず国民年金、国民権に加入する。はい、これは何ですか？これは学生の不登録制度。誰か音ごちゃごちゃうるさい人がいるけど、これ、はい、読み方、学生の不、あれ？特例制度。学生の納付っていうのはどういう意味？納付。納付。払う。そうそう、払う。制度。特例って特別ってことね。特例制度。はい。大学卒業するまではお金をストップしてもらいます。ね。払うのね。